11月延期になってどうなることかなと思って心配をしていたんですけれども、2月にこうやって、来れることができて本当に良かったと思っております。当初11月に来るメンバーとはちょっと入れ替わってはおるんですけれども、都合で本当に11人が集まれて良かったなと思っています。先ほど玉木先生がコロナウイルスがどうかなという話はしたんですけども、誰も門下生からコロナウイルスでやめた方がいいというふうに声が出なかったというのは、玉木先生の言葉も怖いしコロナも怖いしどちらも取るかなということで、まあ暗黙の了解でこのような形になったとご理解いただければと思っております。そんなこんなもありまして、本当に短い間ではありましたけども、本日は本当にありがとうございました。それでは覚えたての三味の島というものを披露したいと思います。はい、すみません。何十条じゃ話が引きたがるからあれ意味そうだな、弾かそうと思って歌わそうと思ってるんです。三味の島というのはあったは全部内地の人ですからね、三線で縁をつなぎまして、私一人からあ合計30人おります今、あと2倍おりますけども、この生徒さんたちが三線の縁をつなぎまして、この三線の弦でね縁を結びまして、この三味の島、三線の島、それに感謝をしなさいと、そしてそういう縁があったから私たちこうなったのよという意味の歌です。それでその思いを込めてこの歌を